脱炭素社会のエネルギーとして期待されるバイオ燃料。中でも微細藻類はその有力な原料として期待されています。しかし、その活用拡大に向けては生産過程でのエネルギー消費をめぐる未解決の課題が立ちはだかっていることをご存知ですか？名古屋大学の最先端研究を紹介する明大研究フロントライン。今回は微細藻類からバイオ燃料を生産する上で課題となるエネルギー収支問題を画期的な溶媒で解決する研究を紹介します。植物などの生物資源を原料とするバイオ燃料、限りある化石燃料の代替として注目されています。原料の植物が吸収した二酸化炭素をエネルギー利用時に排出し、それをまた植物が吸収するという循環が成り立つため、地球温暖化防止にも貢献すると考えられています。中でも微細藻類が注目されている理由とは？微細藻類というのは数ミクロンから数十ミクロンの大きさの植物なんですけれども、高等植物の数十倍も高い光合成能力と数百倍も高い油脂の生産能力を持っています。また農業に向かない土地でも培養できるので、トウモロコシやサトウキビのように食料と競合する問題はありません。またジェット機などで使用される液体燃料、これが得られるといったメリットもあります。しかし、大きな問題も残されているんです。微細藻類からの燃料生産は一般的に水中での微細藻類の培養、脱水して回収、高温で乾燥させ溶媒で油脂を抽出して精製というプロセスをたどります。実は微細藻類から油脂を作る工程では微細藻類を乾燥するので多くのエネルギーを必要としています。現状では作れば作るほどエネルギー収支がマイナスになり、従来のエネルギーを投入すると CO2 の排出量がかえって増えるというジレンマを抱えているんです。どうすればその問題を解決できるでしょうか？私は特に油脂の抽出の段階に焦点を当てて研究しています。実は培養の前の品種改良や大量培養などの農学的な研究事例は多いのですけれども、微細藻類の回収から油脂を抽出する間の技術、つまり工学的な研究はあまり進んでいないのが現状です。そこで私たちは DME を溶媒に用いた抽出法によって乾燥を回避することでこの難題を解決しようとしています。 DME とはジメチルエーテルとも言いますが、ヘアスプレーなどの缶に噴射ガスとして入っていることが多い化学物質です。 DME の名称にはエーテルという単語が含まれているのですけれども、他のエーテルとは異なって安全性も高く、海外では食品加工にも認められています。私たちはこの DME を液体にして油脂抽出の溶媒として利用することで乾燥処理を回避する方法を世界で初めて考案しました。まだ研究室内での実験段階ですか？いいえ、すでに南アフリカとの共同研究で液化 DME を用いた実証実験を行い、微細藻類を乾燥させることなく油脂を抽出することに成功しています。着々と研究が進んでいますね。今後の課題は？培養液から微細藻類を回収する工程でのエネルギー消費が多いという課題が残っています。この課題を解決するには凝集剤という物質を添加すれば良いことが分かっていますが、この凝集剤を添加することが油脂抽出に及ぼす影響がまだ分かっておらず、これを現在研究しています。燃料生産過程でのエネルギー消費をどこまで抑制できるかが今後の普及の鍵となりそうです。これからの研究の進展が期待されます。